猫たち寝てたの。かわいいね。寝るの。寝な寝な。何かが始まってるな。みーちゃんもずっとこっち見てたね。かわいいね。どうも皆様、こんにちは。あのさ、手伝ってほしいことあるんだけどさ何にも気づいてない感じで進めてるけど。あら、クワちゃん声がした。クワちゃん声がした。猫たちの前に回っちゃおうかな。かわいいな。あのさ、ちょっと手伝ってほしいんだけどさ、聞いてるかな俺ですか。俺ですよ。コタに言っていいかと思っちゃった。コタちゃんはね、向いてくれればそれでいいの。まあ、っていうのもさ、はい、なんかコルクがだいぶハゲたりなんだりしてるじゃないですか。なのでみゆちゃんの部屋のコルクマット全部張り替えようかと思って手伝って。いいよ。嬉しい。ありがとう。あ、かわいい。コタちゃん、コタちゃんも手伝ってくれる。手伝ってくれるの。これ何しようか。足で、あの雑巾拭くちょっとカメラもらってもらっていい。はい、はい、じゃあ俺がカメラを撮ってもいいのね。手伝いなさいよっしゃ、やったやい。嬉しそう。じゃあみゆちゃんの部屋をリニューアルだ。コルクだけ。はい、やるよ。はい、よ。じゃあこれ運んで、うん、取っていって、うん、綺麗に掃除して、うん、新しいマットを引く。オッケー。新しいかな。素晴らしい。私的に。あ、来たよ。あ、来てくれた。ここを綺麗にするよ。一定の距離置かれてる。なんかね、なんだろう、この距離感。やっぱ掃除するって分かるとちょっと、うん、あれなんじゃない、テンション下がるんじゃない、掃除かみたいな。わかるの掃除。わかるの。テンション動かします。はい。はい。せーの、よいしょ。やっぱなんかサークルがちょっと広くなるね。広く感じるね。確かに。はい、じゃあなくなりました。はい、じゃあガンガン剥がしていきましょう。はい、じゃあお願いします。はい、いきます。いいですよ、いいですよ。あ、体幹も一緒に鍛えちゃう。素晴らしい、一石二鳥ですね。確かに。もういいじゃないですか。うん、でも気を出してください。ゴンゴン言っとる。もう私だけ。やばいやばい。楽しそう。コタちゃん全然無関心だ。コタちゃん今昔ねやったけどね。確かに。やっぱ年齢なのかな。すげえすげえ。コタが戸惑ってるよ。これ何ですか？
ロックオンされてるけど。はい、綺麗になりました。匂いもなくなりましたね。いや、全然ないね。じゃあコルクやりますか。そうか、ここから本番だね。ね、はいはい、甘いよ。来ました、ドデーン。よいしょ。新しい、ほら。あ、ほんとだ、綺麗だね。トマちゃん、新しいの出てきたよ。何にもかじられてないよ。すげえ。もうお腹が空いて、私はダメです。急にサングラスになってくる。そういえばこれ編集めちゃくちゃ大変なんじゃないかとか気づきます。引きずってますよ。あれだよ。これは後でビターアップルを巻く予定です。ね。めちゃ嬉しそうだな。嬉しそう。私はここを守る自動。自動でした。おやつが食べられれば体力が回復するというのも。嬉しいな。ビターアップルを巻きましょう。そうですね。あ、子たちも嬉しそう。ぐねぐねしてる。かわいい。元なでろです。かわいい。元なでろです。そうです、そうです。上手ですね、上手ですね。そうです、そうです。いいです、いいです、いいですよ。いいですよ、いいですよ、いいですよ。そうです、そうです、そうです、そうです。かわいい。ちょっかはい、完成。完成でーす。はい、じゃーん、どどん。はい、ふぐる、せーの、完成。もの珍しそうに見てる。何してるんですか。小屋をどかす機会なんてめったにないからさ。確かに、あ、そう、どこか。お、じゃあお願いします。行け。遊びますです。大丈夫、大丈夫。じゃあ水球もとこうかな。お、いいですね。めちゃくちゃ遊びましたね。いやー、すごい。そんなね、40分ぐらい遊んでた。じゃあ片付けますか。はい、じゃあこのしまいです。お部屋を元に戻しましょう。はい、さあ再びみゆちゃんのお部屋だね。ですね。はい、綺麗になりました。完成。いや、いいですね。最高ですね。楽しいですね。猫たち、よかったね。いつでも綺麗だしね。確かになんかすっきりした感じが不思議と出てくるよね。どこも向けてないっていう。じゃあ後ほどリビングのコルクマットも買いますか。そうだね。いやー、骨が折れそうですね、リビング。ね、広いからね、こっちよりね。こだちゃん、楽しかったね。ねえ、よかったよかった。みーちゃんはどっか旅立ちました。じゃあ皆様、お疲れ様でした。
飯ですか。あ、もしかしてお腹すきました。